乙女座超銀河団乙女座超銀河団は銀河系アンドロメダ銀河ダイマゼラングモなどからなる局所銀河群を含む超銀河団である局所超銀河団とも呼ばれる乙女座超銀河団は二つの構成要素からなる紅着円盤と銀河波浪である平らな紅着円盤はパンケーキ状の形をしており光を放射する銀河の60%を占める 銀河波浪は細長く、光を放射する銀河の40%を占める。乙女座超銀河団の直径は2億光年である。およそ100の銀河群と銀河団からなり、その中心には乙女座銀河団が居座っている。重力が銀河の動きに及ぼす影響の追跡から乙女座超銀河団の質量は約1015対応質量と推定されている。恒星の数の割には、 高度は小さいため、質量の大部分はダークマターからなると考えられている。乙女座超銀河団は、上規座銀河団の近くにある、グレート、アトラクターと呼ばれる重力アノマリーに引き込まれている。乙女座超銀河団は、銀河クラウドと呼ばれる銀河団の集まりからなる。硬着円盤は、三つの銀河クラウドからなる。乙女座銀河団、両剣座クラウド、 そして、乙女座2クラウドである。銀河ハローは、細長いクラウドからなり、乙女座銀河団を指している。超銀河座標による乙女座超銀河団の図、超銀河平面に投影された金棒の銀河。ありがとうございます。